インスタグラムストーリーズは検索に弱い。 N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、いちご一会部フォトキャンペーンです。新商品いちご一会コラボシリーズの購入者を対象としたインスタグラムストーリーズ投稿キャンペーンを実施しています。それでは烈さん解説お願いします。ほい、菓子商品企画開発輸入販売を行うクリート株式会社が2000年代後半、当時女子学生を中心に共感できるイラストやポエムで人気を集めたいちご一会という平成レトロ的なものとのコラボ菓子を開発して、でそれを購入するとパッケージ裏側に QR コードが記載されていて、そちらから24種類のパッケージごとの AR フレームを撮影できるというようなものになってます。でキャンペーン自体 LP がなくてですね、こちらのインスタグラムのアカウントの投稿にてキャンペーン詳細を伝えていると。でこの詳細は次の画像へっていう形でキャンペーンの情報を展開してるわけですね。スワイプしていくと対象商品を購入から二次元バーコードをフォトフレームをゲットして写真を撮ろうというようなもので、クリートとチコットの公式インスタグラムをどちらもフォローする。でどちらのメンションもつけてハッシュタグいちご一会部フォトキャンペーンをつけてストーリーズに投稿する。でこれまあなんでメンションつけるかっていうと、メンションつけることによって通知が飛んでくるので、24時間以内にどんな方が投稿したか確認する、ハッシュタグがついてるか目視で確認できるようになってます。これちょっとね、土日も24時間で消えちゃうんで24時間以内にやんなきゃいけないっていうのが土日あるとしんどいんですけど、システムを導入すれば収集も可能ではあります。でただストーリーズって検索で引っかかりづらいんですよ。ハッシュタグ投稿で UGC をこう見かけて気になった人が購入するみたいな流れっていうのを作りたいんですけども、ストーリーズだと作れない。で AR フォトフレームが今回縦長だからこのストーリーズを選んだんでしょうか。この形ならば AR フレームの方は写真じゃなくて動画を撮れるような形にして、リールに流すリッチなやり方か、普通にストーリーズじゃなくってタイムラインの方に投稿させる方が、検索に引っかかって認知拡大にもつながると思うんですが、こういったちょっとエモ系とか平成レトロとかいうのはみんなこう通常投稿したがらない、24時間で消える方がいいっていうところでストーリーズをチョイスしたのかもしれません。インスタグラム上何枚かの画像を入れることで LP を省いたり、メンションをつけることでシステム導入不要にしたりと、低コストでのキャンペーン実施っていうのを非常にうまくやってると思います。ただアカウントが2つとか企業側の欲が出ると参加者数は減りがちになるので気をつけましょう。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。